西山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。円安が進むとコインの価格に影響あるか、今コインの買い時か様子見か、石山さんの見解を聞かせてください。丸1、海外から買う場合も厳しいと思いますが、その分日本開催のオークションなども外国勢からすると割安なので相対的に高くなるのでしょうか、とこういうご質問です。丸2、コインはどこで買っても同じ。丸3、ドルやポンド、ユーロはコインを買いやすいと思う。丸4、円安が止まらずアンティコインは逃げ先でいつでも買いということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、今円安ちょっと一服して、今1ドル142円ぐらいですかね、ちょっとごめんなさい140円かもしれないんですが、ピークまで行って若干今下がってきているのが米ドルに対する円の立ち位置です。で、丸1ですね、海外から買う場合は厳しいと、要は円安なのでドルのものもユーロのものもポンドのものも高いという意味です。で、日本開催のオークションで外国勢からすると割安と、相対的に高くなるのでしょうか、というのがご質問です。で、割安の意味ですね、外国勢からすると円建てで日本のコインオークションが買えるのかということが、この方の話だと思うんですが、基本的に日本の、オークションは円で売ってるものもあるし、ドルで売ってるものもあるし、ユーロで売ってるものもあるということで、全ての通貨に対してレートを出すというのが日本のオークションです。まあ、これ海外のオークションも一緒なので、で、基本的に受けるお金ですね、受け取るお金が日本円なのか米ドルなのかユーロなのかっていうことを各オークション会社がしていると。で、ちょっと細かいところまで見ていないんですが、今のように受け取る通貨によって手応えというかですね、考えが変わるということです。で、まあ、オークションというのは米ドル、ユーロ、ポンド、スイスフランというのがほとんどなので、ここで 80-90% ぐらいいってるかなという感じです。で、日本人は日本のオークションで日本円で支払うことができると。で、普通そこはもう全体の中で数パーセントしかないと思うので、まあ、基本的には米ドルで買うものがコインという形になっています。で、為替手数料が安いのが米ドルです。で、他のユーロとかポンドとかスイスフランとかは日本円を海外送金するときに、かなり、為替手数料を取られるという通貨になっています。で、おそらくですね、オークション会社は外国通貨で受け取っているのではないかなというふうに私は思ってます。ちょっと何で受け取ってるかまであまり見たことがないのでわからないんですが、まあ、米ドルを使うオークション会社、自分が米ドルで、コインを仕入れるとかオークションに参加するときに日本円に換える必要が全くないので、米ドルで受け取って米ドルでオークションに参加すると、ユーロも同じという形なので、オークションで買った人が海外送金で円で支払うようなパターンはほぼほぼないかなという感じです。2番目、コインはどこで買っても同じということで、よって海外勢が別に安く買えるわけではないと。日本円にした際の金額が関わってくるという感じです。まあ、円高の場合にはたくさん支払われて、円安なら高く感じるという話ですね。もう一回言うと、円高、日本円が円高の時は買う側ですね、買う側は海外の通貨が安いから日本円にしてみたら安く買えるという認識です。で、逆に円安の場合には日本円で払うお金が高く増えるので、コインを高く買うというイメージです。なので、日本のコインをですね、逆に海外の人が買うと、日本のコインですね、小判とか20円金貨みたいなものを海外勢が買う場合には、今米ドルとかユーロが高いので、それについてはその通貨で買う人たちは安く買えるという感覚です。3つ目、ドルやポンド、ユーロはコインを買いやすいと思うということで、よって通貨高の国ですね、日本開催のオークションでは日本のコインは買いやすいと。今日本のオークションが開催されている場合、ドルとかユーロとか今の通貨が高い国にとっては日本のコインですね、日本のコインは非常に買いやすいという感じです。逆に海外の日本のオークションで行われているヨーロッパとかアメリカとか他の国の通貨については別にどこの国で買っても一緒ということです。まあ、要は米ドルで値段がついている、ユーロで値段がついているというコインを日本で買おうが、アメリカで買おうが、ヨーロッパで買おうが、基本的には値段は一緒という感じです。なので、
日本で開催されているオークションで日本人は基本的に円しか、日本円しか持っていないので、それらが日本のコインを今まで安く買えてた人たちは、他の海外勢が少しでも参入してくると日本円で払うお金が増えると、高くなるというイメージです。で、丸の4つ目、円安が止まらずアンティークコインは逃げ先でいつでも買いということで、まあ、今お金の逃避先ですね、現物資産としてアンティークコインが選ばれていると、まあ、これは車とか不動産とか刀剣みたいなものとか美術品とか、はたまたポケモンカードまで含めて選ばれているんですが、これらは全世界のお金の逃げ場所の一部、アンティークコインは全世界のお金の逃げ場所の一部ということで人気があるという感じです。まとめですね。なので円安が進むと日本人が海外からコイン、外国のコインを買うときには当然円の価値が減っているので、日本円としてはたくさん支払うという感覚値に当然なります。まあ、これはもう円が弱いと、金利がつかないので弱いという状況になっているので今はその状況です。で、基本的にはですね、オークションっていうのはその国の開催のコインが一番安く買えると、イギリスで開催されているイギリスのアンティークモダンコインとかですね、フランスとかモナコで開催されているフランスのコインとか、日本で開催されている日本のコイン、アメリカで開催されているアメリカのコインということなので、自国通貨が安く買えるのがオークションの基本です。なのでさっきの日本開催で日本のコインを本来は日本人は円で安く買えていたものを海外勢がもしそこに入札してくるのであれば、ちょっと釣り上がっていくということが発生するという感じです。逆に海外、例えばイギリスのオークションでイギリス人がポンドで自国通貨ですね、モダンとかアンティークを安く買えていたとしても、それより高い通貨があった場合にはそれに引っ張られてしまい、イギリスのコインの値段が上がるという感じです。で、まあ、今自国通貨が高いとか低いとかって話をしたんですが、今もうアンティークコインのオークションはもう本当に取り合いなので、数ヶ月に一度ある世界オークションですね、世界コイン、アメリカコインではないオークションはもう非常に活況で、いつでもコインが足りない状況と、取り合いが起きているがゆえに値段が上がっているという状況になっています。なので円安とか言ってる場合でもなく、もうとにかく買っていくしかないというのが今の状況だというふうに思います。まあ円安だから見送りとかって言ってる間にコインの値段どんどん上がってってしまうので、円安だろうが円高ろうが買っておかないと全く資産が減らずですね、今ちょっと為替の話すると、ドル円で3ヶ月で 10% ぐらい日本円っていうのは毀損してるんですよね。損してると、円安になってるっていうことなので、円を使って、値上がりする資産を買っていくというのは資産防衛の一つかなというふうに思います。本日の動画ためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにご質問いただけるのが一番ありがたいので、コメントとか、ご質問があればですね、ぜひ YouTube のコメント欄に記載していただければと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資のお金を増やす、守るっていう話から、支配者論、陰謀論、経済の話、心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。動画1本ついているのと、週に1回ニュースレター発行しています。まあ、今だと、セミナーの告知とかもしてますので、ぜひ LINE に登録していただければと思います。ズームですね、水曜と日曜日に30分だけですね、週に2人しかやらないんですけど、アンティークコイン投資お金を増やしたい人、守りたい人に対して、ズームオンラインで個別相談というのをやってます。まあ、ズームわからない人はお電話で、日時、水曜と日曜日合わない人は日時調整もしてますので、ぜひ登録して申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。